こんにちは、ハイジーです。というわけで今日はですね、ここ最近急にリクエストがいっぱい来ているものがありまして、コメント欄にもいっぱいあるんですけれども、前髪ツートンさんからのコメントで、食べたスーパーカップ 1.5 倍豚ゼロなのにこってり濃厚豚骨味ラーメン食べてみてえぐかったというものがありまして、ちょっと待ってと、豚ゼロで豚骨ラーメンの感じってどういうことなのと思いまして、買ってまいりました。こちらでございます。ポークゼロなのにこってり濃厚豚骨味、しかもこってり濃厚ですからね。でこの絵を見ますと、牛と鳥がいて、なんか豚が何どういうことっていう感じでびっくりしてる感じの絵があるんですけども、よく見ていきますとこうなってまして、鶏や牛をベースとした豚骨風スープというすごいことしてるんです。一個びっくりしてるのは、お肉自体を使わないとかじゃなくて、お肉は使ってるのよ、鶏とか牛とかは使ってて、味が豚骨ということで、なんかUNO のカードでトランプするみたいなことをしているイメージだったりもするんですけれども、まず入ってますのは液体スープ、そして火薬入り粉末スープ、火薬入り粉末スープの方だけをまずは入れる感じでございまして、こう見ても本当にスタンダードな豚骨ラーメンの粉末スープっていうイメージですね。もうこの感じです。お湯を入れていきまして、2分でいけるそうでございます。ほんと2分後、ペロンと開けていきますと、はい、上の方に乗ってるお肉みたいの見えますけれども、これはそぼろ風大豆ミートだそうでございます。香りに関してはすごくマイルドな感じが今のところしてます。液体スープの方を垂らしていきますが、豚骨スープっぽい色出てきましたね今ね。でも相変わらず匂いはそんなにしょっぱそうな匂いが漂ってきてないっていうことですが、しょっぱそうでした。キクラゲなんかもこうやってちらついております。さあ食べていきましょう。いただきます。ちなみにこちら税込み232円で、カロリーは534キロカロリーでございますが、果たしてどんなお味なのか。なるほど、面白いね。これね、なんかくどくない豚骨カップ麺っていう感じがしまして、麺に関してはこう縮れた揚げ麺でございまして、だから何も知らずに食べてたら本当に普通に豚骨ラーメンのカップ麺食べてんだなって思っちゃうような味わいでございまして、特にね尖った味があるわけではなく、本当に豚骨ラーメンだなって思っちゃうような、まあ塩気もそこそこありますし、豚のいろはす状態とでも言いましょうか、本当に分かんないと思います。すごい、ほんのちょっとだけくどさがないのかなっていう感じに思ってるだけで、だいぶ豚骨ラーメン、この中にポークがないなんて本当なのって思っちゃうというか、だから娘とさ、リンカーンの大運動会のこの間の再放送のやつを見てて、娘がこのメンバーの中になんで四千頭身さんいないのって言ってた感じ、いや絶対いるはずじゃん、この感じでもう絶対いるじゃん、いないんだっていう、牛よりも鶏メインなのかなっていう印象かな。ただ鶏白湯っていうわけでもなくっていう、何に一番近いかって言ったら豚骨なのよ。いや面白い。初めて行く建物とかで、いや絶対に普通だったらこの辺に上り階段とかあるはずなのに、おかしいなこれ、買いかかった非常口のやつだみたいな、それくらいなんでここに豚がいないのっていう状態、コンセプトに関してはやっぱりすごく面白いし、みんなにもちょっと一回絶対食べてみてよって言いたくなっちゃう感じなんですけれども、結局味がめちゃくちゃ美味しいかどうかっていう問題になってきますと、いつものスーパーカップの豚骨のあの感じに酷似してるだけに、そこでの驚きは特になくて、やっぱりこの感じのものをいっぱい食べれて嬉しいよねっていうノリでございまして、僕いつもねスーパーカップの豚骨とかってキムチとか卵とか入れてアレンジして食べれるのが好きなので、今日はねキムチなかったので卵だけでもいってみましょうか。せーのと、はい、ポトンと落としまして、まあこれを絡めちゃうっていうのはもう絶対ねまた美味しくなるでしょうし、豚骨ラーメンいつもだったらこれ絶対合うから、絶対美味しくなるやつだから。すごい、なんだろうこれ本当に。
いや食べれば食べるほど不思議、ゴゴスマって番組名なのにスマップ出てないんだみたいな、その感じにも似たような、あそうなんだ、いないんだ感。はい、ごちそうさまでした。臭みとかがちょっとすっきりした豚骨ラーメンみたいなイメージでございまして、ここに紅生姜なんかが入ってきたら余計にもうそれじゃんっていう感じになるような味わいだったと思います。で逆にさ、こんだけさ味を寄せるんだったら豚さんとしてもさ、いやだったら行くけどって思ってそうじゃない。なんかたまにさ、いやこの間みんなで集まってフットサルの練習したんだよ、でハイジーはちょっと忙しいかと思って呼ばなかったんだけどねみたいなこと、いや言ったけど別に暇でしたけどみたいな、呼んでよみたいなことって往々にしてあるじゃん。豚さんも多分ねその気持ち味わってんじゃないのかなって思うような、むしろそれでうまいってなっちゃったら今後俺呼ばれなくなっちゃうんじゃないのかなって不安も感じちゃうような、そんなラーメンの出来栄えでございまして、今日は実はこれファミリーマートさんで買ったんですけども、アイスコーナーに気になるのがあったのでそれも買ってみました。ちょっとこれはうまそうじゃない、反則じゃない、チョコパイのしっとりケーキととろける生チョコ入りのアイスなんですけれども、ここにもとろけるチョコが入ってるのかな、で口どけにこだわったって書いてありますが、普段のチョコパイ大好きなんですけども、それは別に口どけ楽しむイメージ別に僕ないんですよ、ただ美味しいっていう何その説明なんですか。見た目はちょっと切り方予想外のところから切れちゃいましたけども、見た目この感じ、いつもよりもチョココーティングのこのチョコの部分がなんか硬いイメージもありまして、美味しそう。再びいただきます。うん、おいしい。チョコの部分パキパリチョコだ、パキパリチョコで、ちょっと座面の方ほんとすいません、見たくない方は一旦目閉じてください、ちゃんと開けていいよって言いますから。チョココーティングで、ここがねいつもの生地の感じがすごくします。チョココーティングの一個向こう側、間の白い部分、これがいつもよりだいぶ分厚くていいねっていう感じ。アイス、ここがアイス、チョコの一枚こっち側の生地の部分はいつもの感じだから、そこに冷たさとか感じないんですよ。だから間の白いのはすごく冷たいんですけれども、これが打ち消してるイメージもある。でも外側のチョコはすごくパリパリの冷たいやつなんですけども、口の中でいつも食べてるアイスほどは冷たく感じないっていうやつだと思います。目開けて大丈夫です。結構長くかかった、うん、あ、うまっ。美味しいね。だからさ、生地の部分がいつもよりも薄いっていうのはアイス用の仕様ってことですね。で今とろける生チョコ出てきました。あー美味しい。とろけるチョコが入ってきたら余計に味わい変わって全体がまたチョコ味になってくる感じがしまして、でもう一回目閉じてください。とろけるチョコの垂れ方がほら完全にもうほら昔のチェッカーズさんの前髪みたいな、そんな感じになってんのよ。目開けて大丈夫です。うんまっ。というわけでこちらもごちそうさまでした。これかなりいいと思いました。いやチョコを使わずにこんだけチョコパイ再現するって半端じゃないってわけじゃないの。これ別にチョコ使ってますけれども、一個びっくりしちゃっているのはこっちに開き口あったよっていうね、だからここのギザギザフェイントだったよっていうこともお伝えしておきます。っていうのはいいんだ、それはいいんだ、それはいいとして、また変なコメントが来てるんだ、だから紹介しますけれども、京介さんからのコメントで、ハイジー大喜利劇場、にひろさんからのお題、反抗期に突入した娘さんからある日、パパのそういうところが嫌と言われ、ハイジーさんはしょんぼりしてしまいます。さて娘さんから何と言われたでしょうというお題が出ておりまして、それに対しての答えがですね、京介さんがたまにパパからママになるから嫌だというお答えをされておりまして、確かに私ちょいちょいそういうのが出てしまう仕草があったりするらしいんですけども、自覚はないんですけれども、今のところ娘にはそんなことを言われたことがないということだけお伝えしておきますし、先日私このチャンネルでも外出自粛中で娘と毎日ね何かしらの遊びをしているみたいな中で、今日はこれからぬいぐるみを作るんですっていう報告したと思いますが、あの時調子に乗って今からぬいぐるみ作るみたいな、作れるみたいな感じのことを言ってましたけれども、やってみたら全然作れませんでした。もう綿とか布とかはあって、あとは作るだけなのに作れなくて、結局出来上がったものがどんなものだったかと言いますと、
こちらでございます。こちらができました。ぬいぐるみできました。これができちゃったんです。かわいいでしょう。輪ゴムでこう止めて、上と下のね、体と頭の感じを分けて、ちゃんとこういうので、ね、手足を表現してんのっていうやつができて、なんかぬいぐるみ作れなくて娘ごめんっていう気持ちがあったんですけれども、これが出来上がって娘がそっからこのぬいぐるみをめっちゃ可愛がってくれてるの。毎日一緒に寝てくれてるの。めちゃめちゃ大事にしてくれてるの。ありがとう娘。